ット販売のお知らせです。9月8日金曜日からの第11編成、9月14日火曜日からの第横浜 DeNA 編成、9月17日金曜日からの第東京ヤクルト編成のチケットをジャイアンツオフィシャルチケットのほか各プレーガイドで販売中です。皆様のご来場を心からお待ちしております。ご来場の皆様、オーロラビジョンにご注目ください。読売ジャイアンツでは、現在、読売カルチャー、フィットネス、スポーツクラブナスなど、都内22教室、72クラスで、ヴィーナスダンススクールを開講しております。ヴィーナス現役 OJ 講師による、元気と笑顔あふれるレッスンで、楽しくダンスを学びます。発表の舞台は、ここ東京ドームなどのジャイアンツ公式戦です。ヴィーナスダンススクールに入って、共に強くジャイアンツを応援しましょう。ユンケル投入でおなじみの佐藤製薬から、オリジナル T シャツプレゼントのご案内です。ジャイアンツ公式アプリをダウンロードいただき、アプリ上で来場登録を行うと、抽選で10名様にジャビットスーパーバズーカ T シャツをプレゼントいたします。本日午後3時15分の締め切りです。ぜひご応募ください。私のスイッチはこれです。ユンケルプレミアムシリーズ。連覇に向けて共に戦おう。ジャイアンツ主催ゲーム全試合完全生中継の日テレ TBS はオリジナルコンテンツも充実。だから家でもジャイアンツ惨敗。さらに日産運輸も生中継。次世代を担う若い力も見逃すな。加入者限定で選手直筆のサインボールを毎月プレゼント。さあ今すぐ日テレ TBS に加入しよう。全役戦は日テレ TBS。相田設計は読売ジャイアンツのオフィシャルスポンサーです。読売ジャイアンツと相田設計の思いは一つ。歴史と伝統を未来につなぐために挑戦を続けていく。ドコモはあなたと夢を見たい。あなたと叶えたい。一人じゃ世界は変えられないから、あなたと世界を変えていく。本日はご来場くださいましてありがとうございます。試合中ボールが観客席に飛んでいくことがありますので、打球の行方には十分ご注意でご観戦ください。また折れたバットが飛んでいくこともございますので、合わせてご注意ください。試合中は危険防止のため必ずヘルメットをかぶってご覧ください。打球や折れたバットの行方には十分にお気をつけください。お客様にお願いいたします。携帯電話で緊急地震速報を受信されましたら、その場を動かず椅子につかまるなどして安全姿勢をとってください。東京ドームは地震に強い建物です。慌てずに係員の指示があるまではその場を動かないようにお願いいたします。ジャイアンツ馬ならジャイアンツ電気。ジャイアンツを応援する電気とガスのプランです。あなたの電気・ガス料金の一部は野球振興活動に活用されます。加入者全員プレゼントなどジャイアンツファンに嬉しい特典も満載。詳しくはジャイアンツ電気で検索。今なら新規ご
ターネットで巨人戦ジャイアンツライブストリーム、スマホパソコンで巨人戦が見放題、公式戦ほかホームビジターハウスで140試合以上配信、詳しくは巨人ライブで検索。皆様本日は早くから東京ドームご来場いただき誠にありがとうございます。ジャイアンツ応援 MC 高橋大輔です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今シーズンも東京ドームのジャイアンツ戦ではジャイアンツ OB レジェンズの生解説を聞きながら試合を楽しめるレジェンズシートを実施しております。本日そのレジェンズシートで解説を担当していただくのはこの方です。ですね、まあ、今日はメルセデス投手に頑張ってもらいたいですね。まあ、ドミニカの、ね、チームも銅メダル取りましたし、貢献しましたので、あの時のピッチングを今日しっかりやってもらいたいですね。そうですね、いい流れで来てますので、はい、ぜひジャイアンツの勝利をもたらしていただきたいと思います。さあ、そして注目のレジェンズシートなんですが、今日は香取さんともうお一方、ドラゴンズ OB、宇野勝さんとダブル解説。そうなんですよ。これ現役時代、対戦はもちろん終わりですよね。かなりやってると思いますね。何か印象などはありますか？いやスイングは速かったなって感じがしますけど、実はあの先ほど宇野さんが香取さんとの対戦では全然打てなかった記憶しかないとお話をされていました。それは違います。そうですか、結構打ってると思います。じゃあその真相はぜひ、はい、レジェンズシートでいろいろお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合は午後2時プレーボールです。お楽しみに。ジャイアンツオフィシャルスポンサー、オフィシャルプレミアムスポンサーダゾーン、オフィシャルオンフィールドキャップサプライヤーニューエラ、オフィシャル DX 推進パートナー NTT ドコモ、オフィシャルスポンサーアイダ石鹸、読売巨人軍はご覧の皆様にご支援いただいています。エネルギーを新しい時代へ。
株式会社ジェラは日本最大の発電会社として CO2 排出量ゼロに挑戦するセリーグ公式戦のタイトルパートナーです。絶対実現できない、絶対なんて誰が決めた。 CO2 が出ない日を作る。ジェラは2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。ジェラ、モニチュー。